僕らの別荘。なんだ。ちょっと疲れちゃったね。いやジェンガがね想像以上に長かったですね。精神的に来るね。ね、そうだ、ね。やばいと、なんかグーっていう感じが、緊迫感が続くのが。他の人の時休めるかなと思ったけど、そんなことなかったね。うん、回ってくるなって祈るから。あれ見た、犬とラーメンと赤ちゃん、あの伝説の番組で、伝説の番組ケムちゃん鉄製がやって直してますけど、伝説になってます。伝説正直、うん、伝説になってます。もう視聴率 100% 100%、うん、まあ 100% 目指そうっつってやってる番組やからね。あんまないでしょ。一人金ちゃん、金ちゃんは一人か、みんな金ちゃん、みんなそっちは。TVer のランキング、うん、出んだけど今 TVer、うん、すごいよ、うん、47位。47位、とんでもない、とんでもない、お化け番組、伝説番組。お化け46個番組最高じゃん。最高よ。テレビ面白すぎる。テレビ見な、テレビ面白すぎる。46個もお化け番組あって俺が出てて、作家が鉄星ね。それは知ってます、もちろん。すごいテロップっていうかエンドロールにもね、鉄星かっこ僕らの。そうまだ TVer で見れる。あ、もう余裕で見るだし。え、これ上がるのが土曜日、はい、土曜日だから次の日の14時かな。まあまた、2週目2週目がありますから、うんうん、おで、毎週、いや2週2週特番、うん、なんか伝説の番組だから、もう伝説だから、伝説だからね。で、終わり出し惜しみ、これは、うんうん、いやそんなおもろいならもう毎週、うん、いやそれが、うん、やっぱりそれ良くない考えだよ。良くない考え。2週で全部出し切るんですよ。あ、もうそっからもう3週目やったらもう何にも全員喋らないみたいな。3週目はもう、うん、もう本当にもう燃え尽きちゃってるから、うん、あそのぐらい全力やってるから、ね、全力でやってる。三能線だから、そう、スラムダンクと一緒。三能線、本当にバンドね、やってましたよね。うん、ね、伝説だからね。伝説だからいいんですね、みんな見た方がいい、絶対、うん、いやいや、それ見た方がいいけど。まあ今回はさ、僕らの別荘からさ2人派遣されたじゃん、うん、2人今回ちょっと一応出張させてもらって、今後は別にどんどんさ他の番組というか、ああ確かにね、うん、あるからね。まあそれこそまあ和樹や、まあまあそう僕がってことですね。今度はカメラマンとして、うん、カメラマン、その時もカメラマン、その時もそうなの、カメラでかいやつ、カメラ使うの、カメラ今度、笑い声入れてカメラ今度、カッコロンゲ、別荘でいいよ、僕らの別荘、カッコロンゲってなんだよ、ロンゲに所属してるのかな。いやでもすごいことですよね、このテレビで。これはね、うん、正直すごい、うん、がすごい喜ばしいことというか、うん、と言ってたもんね、ずっとね、うん、これに関してはやりたいねって。その、うん、その演出やってるディレクターの、うん、南大さん、ああ、はい、松井の中高の同級生、ね、中高の同級生、で俺が作家になりたての時に、うん、初めて紹介してもらったテレビ局員がその人だった。鉄星さんが作家やったらっつって、俺が、しかもそれもあれだからね、別荘が YouTube とかやる前にそうライブでやってた時に、うん、あのさ新宿の西武で打ち合わせしたの覚えてる？覚えてるよ、うん、あの後に俺がその南西君と飲み行くけど、あー言ってたな、来る、あの井の頭線の前のとこでバイバイした時だ。新宿だから違うんじゃないですか。井の頭線じゃないじゃん。新宿の西武、あ新宿か、この曲なんだ。そうそうそう、そっから、そっからだね、そっからたくさん企画書書きました、うん、あで、こう、うん、レワロまで通る、そう、うん、好き、なんで天秤で書かないんだよって書けるか、文字化けしちゃうだろ、文字化けはしない、文字化けはしないよ、細い四角、天秤ってことだろ、細い四角なパソコンだよ、草薙さんじゃないから、全部糸編の変な感じになっちゃうなんない、石井まで行っといたら、でもその何がもしかしたら僕らの別荘石井ならなんか企画書通るかもしれない、ね、なんか言ってないですか、そこ南西さんは何石井を俺が売れさせようみたいな、そういう気概はないタイプだお前が勝手に売れろ、自分が、ね、お前が売れるよ、それは自分がの人だ、お前が売れる気概がないやつしてんだよ南西は、神来たよ、いや石井でもどんな番組やりたいのよ、
僕は本当動物と触れ合う番組とか、うん、動物と触れ合える人はいっぱいいるじゃん、芸能人ってすごい人たちが、あといろんな人の家に遊び行く番組とか、うんうんうん、いっぱいいるじゃん、それ、うん、そうそう、だから石井ならではというかさ、そうそうそう、まあそしたらじゃあもうプレステ5の生配信テレビであんまやるんやるやろ、あーすいません、あーごめんごめん、せーの、やりたい番組とかないの、やりたい番組、別荘でもありえるか、いや別荘で番組とか言ったら超楽しいよ、そりゃわかんないけどさ、俺がロケとか行ってさ、みんながスタジオで見てんだろ、多分多分そうだろ、いや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 、そんな、それはないよ、そう、みんなでみんなでスタジオにいて、知らない人のロケ見るヒロのロケ見るめっちゃいいじゃん、体当たりロケさせる、ヒロに一緒に歌歌ってもらってあ、エンディングテーマとかエンディングテーマとか歌ってもらって、そう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 、確かにちょっと言っといてください、南西さんに、うん、石井スケジュール空いてますよあんまテレビでスケジュール空いてるやつばっか使わないから、その人が言ってるよ、違う、違う、あれシミュレーションとか呼ばれるかも、あれ石井壁に入って、やったな、首からさ令和ロマン煙に俺の動きを一回リメイクしてやってもらって、さん今度はでもテレビ出たいとかあんの、俺田舎でなんかおじいちゃんおばあちゃんと触れ合う番組やりたい、一緒じゃん、一緒一緒にやるよ、じゃん一緒じゃねえかやってもらう、南西さんで、その若い子はあんまりちょっと苦手だから、あ、なるほどね、その農業体験して だから同世代ぐらいってことだよな、同世代じゃねえよ一個目だよお前のなんかいつも俺をほら30ぐらいで言ってるけど、後期高齢者だったなんか令和 VS 昭和の昭和の方がそうでしょ、梅沢富美男チームでしょ、違えギャル軍団と対決みたいなしてもらう最近の女の子はね、その時プラ5ぐらいなの言って、誰がプラ30すんだよ、高見沢さんと番組始めてよ、しねえ、何のイメージ、同世代のロン毛で、同世代のロン毛、ロン毛、俺らの時代さ、髪ないよな、ロン毛ロン毛流行ってたよな、これがかっこいいんだけどなみたいな、なんか若い子な、楽しそうだな、三浦俊さんとやってめっちゃサブカル番組だな、僕らのロン毛ってロン毛の時代、ロン毛の時代やってる、持って2週だろ、ロン毛あるあるみたいな言って確かにカラオケ番組とかな、え、カラオケ番組、カラオケ番組とかやりたい、出ちゃえばいいんだもん、そんなの、うん、ほんまは分かんないですけど、鬼レンチャンみたいなみたいなやつみたいなもあれば、それこそその、うん、平成の歌を昭和の人が歌ってみたいなのあるじゃないですか、うん、昭和の歌を平成の人が歌って、そんなあるか、はい、そうかそうか、そんなんとかもね、そうかそうか、で今度がそう平成アドとか歌って歌ってちょっとこのリズムの取り方が難しい俺らが軍歌とか歌って昔すぎる、じゃあカズキの世代プラ100とかじゃん、で今度が懐かしい懐かしいってなんだよ、懐かしいか、懐かしいってなんだよ、どうしよう、読むわ俺ら、なんだよなんだよ、歌読むから知らないってなんだよ、俺メロディーとかなかったもん俺の時代やってた今度が肩から携帯かけるやつ、肩からかけるやつ、時代どうなってんだよ、うん、いいじゃん、そんな楽しそうだね、しかもいいですもんね、令和ロマンとか煙さんとかは、うん、別に黙っててもさ、うん、あるじゃないですか、オファーが、正直ね、それまあまあまあ多少あるっちゃあるけど、だからそのテッセイさんとかはその俺とかカズキにお光らせていかないと、うん、そうだね、まあ、今度何楽してたって話令和ロマンで企画書書いたとか、石を光らせの大変だよな、そっちがもう仕事でしょ、めっちゃいい企画思いついたとしても、うんうん、それでも令和ロマンだけだからなんでよそこでね、確かにな、俺らが出れない時もあるからな、そう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 、トップとかにスケジュール、ね、言わないとマネージャーとかにも、だよそれ、まあ、俺ら出れない時は石に全部回してる俺らが言うことじゃないから言わないとさ、だからその企画会議みたいなところホワイトボードに令和ロマンの下に天秤って書いてて第二候補として、そうそうそう、令和ロマンダメでしたんだったらこちらこっち天秤通そうか、だからテッセイがさテレビ局いる時にもう適当に忍び込んじゃってホワイトボードあるのにでなんか敵のふりして天秤って書いてはじくり返って、あー誰かいたっけ、うん、
てんびん。すぐ赤い丸つけて。赤い丸つけて。これもう決まってましたって、うん、してもらわないとさ。それこそさ、今回のさ、うん、一緒にやった番組でさ、うん、企画何するかも、うん、出演者が考えるみたいな番組なんだよね。そこも放送するんだよ。そうあ、めっちゃいいじゃん。番組タイトルとかもそうだった、ね、うんうん、そうそうそう。あの番組だってみんな友達なんだから言ったら天秤の名前、うんうん、だってあのインデックス小笠原と小森屋翔太郎の名前は出たから。インデックス小笠原出た、うん、インデックス小笠原と小森屋翔太郎出たよ。出たから俺の中古の同級生でしょ。そうそうそう、ね、石井の友達とかだから。そう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 、うん、だからね、出てもおかしくなかったんだけどね。確かにラランドもいます、そうそうそう、米田も同期、そうそうそう、レイワロマンもいる、うん、一番近いの誰って言ったら俺なんじゃない全員から。本当そうだよ。本当そうだよ。マジでそうだと思う。あの間に石井がいたら実はもっと盛り上がった可能性もある。あるよね。可能性もある。何してんだよ。連絡来てないぞ。変な変なのいたら。キャスティングで。いたら変だろ。天秤が。変じゃないよ。変だって。いや最悪可愛いはいいよ。なんでだよ。最悪ね。最悪ね。うん、石井だけで。俺だけでなんか。可愛いのスケジュールが合わなかったら石井出てもらうわ。なんで可愛い先なんだよ。可愛いはまだスケジュールいろいろあるから。いろいろあるんだ。いろいろあるよそれあいつは。天秤石井って書いてある。そう。そんなことがな、いずれ。ありえなくもないからな。まあ、まあ、YouTuber もテレビ出る時代じゃないですか。まあ、その、まあ、天秤の頑張りもあるけども、そもそも僕らの別荘ももっと大きくなって。ホームドットだって番組やってるわけだから。そうだよね。そういうことよ。それすごいね。ねえ。僕らのテレビダメにします。僕らのテレビ。僕らのテレビ。テレビの別荘。無理だ。さすがに無理だかな。うん。その、本当に3時とかでいいからさ。夜中の3時とかかなり深いね。どっかのテレビ局でさ、そのローカル確かにの感じで地方で、そうそうそう、俺全然それやりたいけど、本当さ、局とかはもちろんその問わずやっていただけるなら、それこそさ、そのちゃんと現場行くしな、現地行くしな、あ行く、確かにね、行く行く、あ現地でロケさせてもらえるんだったら一番いいよね、うん、めっちゃいいじゃん、一番いいよ、香川で、おあ香川テレビ、香川いいね、香川テレビ行こうよ、香川テレビ、香川テレビってある。あるって聞いた。ああ、香川テレビ。香川テレビ。ごめんなさい、ちゃんと調べてください。でもあるって聞きました。地方のそういうテレビ関係者の方、もし見てたら。いや、本当そう、ね、あのね、テレビね、出る気あります。だから、はい、なんかの番組のワンコーナー僕らに任せてもらうとかでもいい。ああ、全然いい。ロケコーナー。情報番組の。そう。ティーバーなし。ティーバーなし。現地の人しか見れません。現地の人しか見れない。現地のスターになりたい。現地の人だよ、ね、うん、そう。マジやりたいね。ご当地タレント。ご当地タレント全然いい。ミッチーチェーンになりたい。ミッチーチェーンになりたい。チュッキーチュッキーチュッキーだからのミッチーチェーンになりたい。山形のね。そう、山形。ラーメン食べてる人。じゃあ、オファー待ちます。はい。終わりじゃないんだよ。なんで天秤で書かないんだよ。かけるパパ。そこそこ文字化けしちゃう。